教育の常識っていうものも変わりつつあるわけですよ。その話でいうと、いい形で子供に機会を与えるというのは、そのセンスはかなり親は問われてると思いますね。でそのセンスの差がもう完全に教育の差になってるし、機会の差になってるし、将来の多分キャリアでいや成功するか否かの格差に、さらになんか僕一個あったら結構ウケるんじゃないかなと思うのは、あのもうスパルタコース、炎上を避けたい、批判を避けたいから来る無難な社会の作り方に嫌気がさして大人も多いわけで、自分の子供は別にそんな風にしてほしくないって思っている大人もいっぱいいる。きっかけとしてはやっぱりその何らかの理由で機会が得られない子供に機会を与えたいって思ったのがきっかけなので、地方とか海外とかそういうところにもこう広げたいと思って始めたんですよね。その名前もソルっていうスペイン語の太陽とエスティーロっていうスタイルの後ろ側をくっつけて作った、まさに太陽のように大きくなってほしいっていう思いがしっかり込められてて、このスクールを通じて、まあ、自分の夢を叶えてくれる人が出たら、まあ、嬉しいなっていう思いでつけたんですよね。2012年大阪に第1校目の上真珠予校を開校、現在では日本全国に48校、さらに中国、タイ、カンボジアなど海外にも6校が活動中。一番強みを発揮するのは、いわゆるサッカーが好きじゃないとか、サッカー好きになると思ってなかった子たちがうちに来てサッカー好きになるってことはめちゃくちゃ多いんですよ。確かにクラブチームの下部組織みたいに本当に J リーグに生かそうとしているような選手を排出しようとしているところだけで争うと、むしろそっちではまだ僕らの方が劣ってるわけです、明らかに。でもその逆で友達を作る、サッカーを楽しんでもらう、体を動かしてもらう、この辺は一番ソルティールの強みです。誰でも言えるか。でも一方で、12年からやり始めて、まあ、12年近く経つことで上手い子たち向けのコースも出来上がってきてるんですよね。エリアによっては本当にそういう上を目指す子たちにも来てもらいたいクラスは存在しますし、エリアによっては本当に楽しみたい子にとっても満足してもらえるようなクラスも存在するので、ニーズどちらにも応えられるような感じにはなってるんですよね。ソルティーロではニーズに合わせた多くのクラスが、基礎的なスタンダードクラス、ボールスキルに特化したテクニカルクラス、サッカーを総合的に理解するハイレベルクラス、セレクションでの合格が必要となるスペシャルクラス、その他にも女子限定のなでしこクラス、体力をつけるための運動能力向上クラスなど様々なニーズに対応。2012年にスタートして以来、ホンダはこれまでオーナーという立場だったが、2023年から社長に就任。これまで以上にスクールに力を注いでいくという。去年の4月ぐらいから僕だから初めてスクール発足して社長になったんですよね。あんまりほぼほぼ現場に口出すことは大きくはしてこなかった。でもそれからも今去年なってから、社長になってからですね、もうだいぶ1年かけていろいろグループのことがもう一回分かってきたので、でよりサービスを良くしたいと、長くいるコーチっているんですよ。2013年4年ぐらいからいる子たちもいてですね、10年近くいる子たち、コーチたちもいるんですけど、まあ、そのコーチたちにもいい意味で危機感を持ってもらいたいという思いで、まあ、ビデオを、まあ、練習指導してる時を撮ってくれと、まあ、フィードバックもし始めてますし、もっとしていくんですけど、まあ、そこをしっかりシステム化したいという思いがあり、まだソルティーロにはホンダを色濃くまだ出してないんですよ。まだ全然出してないです特にこれから、これからほぼみんな僕と喋ってる間が現場に出てると思ってもらえれば、もっと子供たちにとっていいものを提供できると、今がむしろ最低ラインだと思ってもらいたくて、ここからもうソルティーロは良くなるイメージしか湧かないし。そして2024年4月から千葉ニュータウン校と
神戸深江校の2校が新規開校する。いや、まあ1校じゃないですよね、まあ、そこにサッカースクールがあると喜ばれると、どちらもそれがすごく感じ取れる、まあ、いわゆる子どもたちがたくさんいるような場所。もちろん日本は少子化ですし、見方によっては、市場は縮小し続けるわけじゃないですか。でもまあ言っても目先この5年そして10年程度で言えば、まだまだ僕らが新規開校するポテンシャルはあると思ってるし、全国に僕らのスクールを求めてくれてるエリアっていうのはまだまだあると思ってるんで。2012年にスタート以来5000人以上の卒業生を輩出。本田圭佑にとってスクールのやりがいとは。楽しいと思えるところはやっぱりいくつかあって、やはり子どもたちが成長するというところが本質なんで、そのいわゆる自分たちが決めたプログラムに沿って日々やっていくことで、6年生であれば進路、それ以外の子たちでも大会に出て結果が出る。一番最初に上新庄、上新庄ですね、って行った時見て、あそこでいた小さい子たちって多分もう大人になってるでしょ。そうですよね、だって2012年ですからね。会ったことあります？卒業ちょこちょこなんか声かけられてるどっかでケースはありますよね。それ以上にやっぱ嬉しいのはやっぱり本当に一緒に働くことになったりとか、生徒がソルティーロでまた働いてくれたら嬉しいじゃないですか。いるの？いるらしい。いた。いた。嬉しい。そうそう、だからそれいいよね、それもっと増えたらいいなと思います。かつての卒業生が再びソルティーロに戻り、次世代の子どもたちを育てるという好循環。指導者としての顔を持つ本田圭佑、昨今の教育方針に関し思うところがあるという。どんどん時代が変わってきて、じゃあうちのスクールの子たちも自分の足でスクールに来てる子が何人いるかって言ったらめちゃめちゃ少ないわけですよ。やっぱりみんな親がついてきてたり、これは僕らが子供の時では考えられなかったし、教育の常識っていうものも変わりつつあるわけですよね。その話で言うとものすごく手を加えないと、永久に子供が家でゲームしてたら iPad 見てたりほったらかしてたら、もう悪い方に行っちゃう可能性が大きな環境になってるのは間違いないと思うんですよ。だからほとんどの親がそこに悩んで、子供に少しでも有意義な時間をと言って2個も3個も4個もスクールを習わせるわけですよね。特に東京とかそういう 都心ではこれなかったですよね。だから僕もスクールなんかやったことなかったし、そうなかったわけですよ、いい形で子供に機会を与えるというのはものすごく重要になってきているので、そのセンスはかなり親は問われていると思いますね。でそのセンスの差がもう完全に教育の差になってるし、機会の差になってるし、将来の多分キャリアでいや成功するか否かの格差に、まあ、なるんだろうなと思ってますね。そして最後に、本田が今後スクールで挑戦したいこととは。なんかもっとね、面白いことやりたいですよね。一つのアイデアとして僕は結構受けるんじゃないかなと思ってるのは、あのもうスパルタコース、先日あの久しぶりに日本のドラマでめっちゃ面白いなと思うのがあって、不適切にも程があるってやつなんですけど、まあ、あれかなりもう昭和のやつなんで、なんかね、であんな、だから僕はその暴力なんていうのは別にそんな話をしてるんじゃなくて、こうスパルタっていうのはまあその一定厳しく、あのふざけたこと言ったらふざけんなって言わなあかんし、ね、それは叱らなきゃいけないわけですよね。それをなんか、なんかこうのほほんとなんか親が出てくるのビビって、なんか言いたいことも言えないっていうのはまたそれは違うわけですよね。ただ甘やかしてるだけじゃないですか。でその辺のことをちゃんときちっと割と厳しくしつけていく、っていうぐらいのやつ出たらちょっと面白いかもしれない。なんかね、求められてる気がしますね。厳しい、そう、炎上を避けたい、批判を避けたいから来る無難な社会の作り方に嫌気がさして大人も多いわけで、自分の子供は別にそんな風にしてほしくないって思っている大人もいっぱいいる気がします。そういう人たちはなんかもうむしろ普通のスクールの倍のお金を払ってでも来させたいと思う人いると思います。も
甘やかされ、自分のことも甘やかさんといてくれって思うじゃないですか。僕らも学校にめちゃめちゃ思いますよ。もう甘やかされたらもう子供につけが来るじゃないですか。もう大人になって今度泣くことの方が大変じゃないですか。子供の時にいっぱい泣かないと、だからおかしなことになるんですよ。お父さんなんでもうちょっと世の中の厳しさ教えてくれへんかったんやと思いますよ。それは逆に思ったことないわけでしょ、厳しさ教え込まれてきた。え、だって家より厳しいところに出会ったことないから。厳しかった、厳しかったね。見せたいだかったね、昭和ど真ん中の教育。サッカーを通じて夢を持つことの大切さを伝えたい。一緒にソルティーロでサッカー始めてみませんか。